はい、こんにちは、山亮と申します。さあ、今回はね、何をしようかというとですね、ちょっとね、買い出しをしてきましてですね、つか買ってあったのは結構前から買ってあったんですね。ちょっと今回文房具屋さんに寄ってきたんですよ。普通にあるフミステーションさんってところを寄ってきた時にね、まあいろいろと買い物したんですけどね、お、そういえばこんなもん売っとるなって。まあ文房具屋さんなんでね、当たり前にあるんですけどね、鉛筆が売ってたんですよね。鉛筆、あ、懐かしいな。最近ね、なかなか仕事で使うこともね、ないです。特に飲食にではね、あの鉛筆とかシャーペン、ゴハットなんでね、あのやっぱボールペンばかしになってしまいますんでね、鉛筆、まあ家にあるにはあるんですけど、ね、あの創作とか活動とかするときにね、あの小説とか書くときに、たまにね、鉛筆で書きたくなったりすることがあるんでね、そういう時用とかにね、ペンはいっぱいいろいろと揃えてあるんですけどね。いや、今回は何をしようかというとですね、今鉛筆っていろんな種類が出てるんですよね。そのメーカーはね、やっぱし三菱とね、トンボとね、あたりになってきますしね、っていうことなんですけど、スタートリーダーとかもありますけどね、ね、何がね、あのいっぱいあるかというと、要はこれです。あの濃さね、でよくあるじゃないですか。これなんか HB ですよね。 HB とかっていうのがあって、で、あと、これね、ちょっと珍しいところだと F っていうのがありますね。これね、HB と H の間なんですよ、F って。まあ私もね、結構昔からね、F は使ってたんで、HB と H の間ということなんですかね。じゃあ、これって、どれぐらい柔らかいのがあるのかなと思って確認してみたんですよ。そしたらね、10B なんてあるんですね、今。世の中には、これ、わかります ?10B ですよ、10B。こうのがわかりやすい。ね、逆になっとる。ね、10B になってますよね。で、こっちはこっち、あ、逆格好か。10H。こっち 10H ですよ。逆に硬いの 10H まであるってことなんでね。じゃあ、この 10H と 10B、ね、で、間の HB と F ね、どれぐらい違うのかをね、書き比べてみようということですね。やってみようということですね。今回はね、10B から10H までね、10B と 10H のね、鉛筆を書き比べてみたっていうね、企画でね、やってみようと思います。一応、あと参考までにちょうど今ね、ふらっと見たら、同じ三菱のユニ、あ、これはハイユニじゃなくてユニの方ですけどね、とハイユニの方のがグレードが高いってことなんですよね、いうことなんですけど、2B があったんでね、これもね、ちょっと試しにね、変えてみようかなと思います。でね、早速今開けてみたんですけどね、まず何が違うってね、これね、柔らかい順にしましたけどね、わかりますか？まずね、何が違うってね、芯の太さが全然違うんですよ。これが太い、この太いのが 10B。で、この一番細いのが 10H ってことなんですよ。ここのね、3つね、10H から HB までの間はね、まあ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 ね、うん、わかるじゃないですか。ちょっと太くなったかなって感じなんですけどね。な、これ 10B になった瞬間に度が過ぎてませんか、これ。鉛率。すごいですね。こんなに違うものなのか。面白いですね。こういう違いがあるんですね。でね、早速変えていこうと思うんですけどね、鉛筆削りは我が家にあると。どこ行ったかな、ね。もうだいぶ年季の入った鉛筆削りですけどね、ありますんで。じゃあこれでね、ゴリゴリと削って、ちょうどね、それでね、漢字の毛をね、漢字のね、これでね、ちょっと書いてみましょうかねっていうことですね。今こんな感じなんですよね。猫だったんで可愛かったんでね、あ、ちょうどいいや、漢字の練習帳だったらちょうどね、文字のね、書き比べとかするのにいいかもしれないなと思ってね、買ってみましたよってことですね。まあ普通はね、私たちの年代だったらね、お子さんとかがいてね、普通に買うものなんでしょうけどね、まあ何せね、一人暮らしなんで全然そういうのがありませんからね、こういう今の学習帳ってこんな感じなんやなっていうふうにね、すごいですね、褒め褒め表彰状とかですね、全部書くと感じましたとかであげるんですね。こんなんかついてるんですね、今のやつは。一応ね、なぜか我が家には硬質習字用のね、あのくにゃっとしたね、下敷きもちょうどありますんでね、硬質にぴったしとってね、これでね、敷いてやっていこうじゃないかというわけですね。では、まずは普通の削り心地ね、一般的なね、HB から削ってみましょうか。HB。ガチャリスして。この最初のやつは楽しいですよね。ガチンとして。削り具合って変わるんですかね。
ほうほうほう。まあ、至って普通の削り具合ですね。あ、もう削れた。よしよしよし。ああ、キンキンに尖ってますね。こういうのキンキンに尖るっていうのは、なんかそういえばこっちの、方言だみたいな話を聞きましたけど、本当なんですかね。じゃあ、次は F。F 行ってみましょうか。F ね、F 行っていきますよ。あ、HB と F でね、削ったからってそんな違いは感じないと思うんですけど。削った感じですね。そんなに HB と F はね、何せ近いですからね。そんなに変わらない。ちょっと木材の感じがちょっと違いますから、あれですけど。ね、さあ、次はどっちからいきますか。なんか 10B 怖そうなんで、10H からいってみましょう。どうなんでしょうね。やっぱ、硬いんですかね、削り具合。ですね。あれね、力もね、結構ちょっとやっぱしかかりますね。こっちは 10H。はい、HB と比べると。まあでも、パッと見の外観ではそこまで分かりませんよね。うん。怖いのはこの 10B ですよ。10B ね。何せ太いですからね。あからさまに太いですからね。これ、ね。うん。行ってみましょう。10B が怖いなぁ。さあ、どうだ。なんかちょっと違いますよね。違いますよね。めっちゃ削れた。 10B だけストッパーが効かなかったですね。うわぁ、見てください、こっちからね、10H、F、HB で 10B、 ちょっと 10B だけ完全に見た目の違和感が半端ないですね。半端ないですね。ちなみに 2B は、 2B がこんな感じですから、そんな、HB と 2B は差は感じませんけど、ちょっと2、やっぱ 10B だけ、あからさまに違いますよね。これはすげえな。じゃあ、これってどれ、実際の書き味がどうかですよね、あとは。ね、やっぱ減り方とかも違うでしょうしね。さあ、そのあたりをね、実際にじゃあね、ちょっと書いてね、まずはじゃあ HB から、ね、やってみましょう。やっぱ、これ、ハイユニって言って、高い鉛筆なんで、滑らかに描けますね、HB でも。やっぱ描き味いいですね、ハイユニは。日本方が通って、素敵ってことでね、ここ撮ったばかりにサブチャンネルの CM してきますからね、はい、サブチャンネル、日本方が通ってね、政治関連のね、自治政治関連のね、やってますからね、あそこね、素晴らしいね、ニュースね、いっぱいね、いろいろね、出してるみたいですからね、誰がやってるのかわかりませんけどね、この日本方が通ってね。サブチャンネルって言っちゃってますけどね、自分で。さあ、じゃあ次はまあ F かな。HB と F だとね、その私なんで HB じゃなくて F 使ってるかというと、普通はね、私筆圧が弱いんで、HB をね、とかよりは B とかね使った方のが多分本来はいいのでしょうけど、鉛筆だと F だとね、結構ね、
書いててね、持ちがいいんですよね。そうそうそう。ヘリのね、具合がね、HB で書いてるとね、結構途中でね、すぐにね、丸くなってくるなっていう感じがあるんですけど、F だとね、筆圧が弱いか知りませんけどね、逆にね、ずっと長持ちして書けるんでね、ノート1ページぐらいいけるかなっていう感じがあったんでね、それでね、F を使ってましたね。さあ、まあ、こうやって書くと F と HB は、あんましね、字で書くとそんなに違いわからないですよね。まあ、うん。そんなもんですよ。で、問題はここからです。10H。まずは硬いのいってみましょう。スーパーハードですよ。さあ、どうかな。あ、うわ硬い。これはね、想像以上に違いますね。なんかね、これね、もはやね、なんて言ったらいいのかな、鉛筆で書いてるというよりはね、硬い、めちゃくちゃ硬いんで、なんかね、引っかいてる感じ、鉄の先のやつで、なんか紙を引っかいてるような感じですね。紙破けるんじゃないかってくらい、紙を引っかけますね。これね、わざとね、薄く書こうとしてるわけじゃないですかね。筆圧基本同じというか、これはね、ちょっと今、かなり力をかけて、書いてますけど、硬いわこれ。うわ、腕疲れる。さあ 10H 書いてみました。どうですか？全然やっぱ色違いますね。めっちゃ薄いですよね。ね、すごい。いやー、これは硬いな。確かにね、ちょっとね、これだけ硬いとね、普段使いには向かないかもしれませんね。うん。まあ実際減りは全然減ってないですけどね。ちょっと 10B 公園で先に 2B 行ってみましょうね。カンマ9台で 2B って読みましょう。滑らか。ね。10H のやつだったんですからね。今なんか、小学生とかの使う鉛筆が、昔はデフォが HB で、片目が H の B、2B ぐらいで用意してあったのが、もう今、B、2B がデフォになっとって、HB がもう一番硬めな感じで、3B、4B とかぐらいが柔らかめって感じで使うみたいなの聞きましたね。実際本当にそうなのかなと思いますけど、で実際にね、文房具屋さんに行ったらね、まあ大体全てのね、種類揃ってるんであるんですけど、ホームセンターとかに行ってね、ちょろっと置いてある鉛筆を見てみると、確かに、B、2B って多いんですよね、今。なんか、子供の筆圧が弱くなったとかね、まあいろいろ言われてるらしいですけどね、柔らかいんで、ちょっと、減ってる感が分かりますよね。 2B だとやっぱだいぶ濃くなりますね。特に 10H の後なんでね。よいしょ、こんな感じだいぶ違いますね。この画面から見てもだいぶ違うのが分かりますよね。でやっぱ 2B だと このね、10文字書いてる間でちょっと太くなりますよね。ちょっと払いとかが見えてくるようになってきますもんね。さあ、それでは皆様お待ちかねてるか。これだって見た目がね、ねえ、すごい。もう、書く前から、すごい異彩を放ってますけど、じゃあ、10B 書いてみます。さあ、どうだ。お、背中ね、柔らかすぎて折れちゃいましたね。はい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 、ええ太っ。これは、すげえ。これ、想像以上にすごいですね。さあ、10B かけました。どうですか？はん、ちょっと光の加減があれですけど。よいしょ。で、どうかな。めちゃくちゃ濃いですね。それで、まあ、最初にちょっとペンを置いたときに、柔らかすぎてね、先端が細いところがね、ちょっとポキッと折れちゃったっていうのもありますけどね、みるみる太くなりますね。10文字書いただけでこの太さですよ。すごいな。まあ、確かめちゃくちゃ柔らかいですよ。もうね、もはやね、クーピーとか、色鉛筆の、なんか色鉛筆よりも柔らかいんじゃないかっていうぐらい、すごい柔らかいですね。あんま硬くないですもんね。なんかぐにゃって曲がりそうな。これ触った後に10H 触ったらキンキンですもんね。キンキンですもんね。いざ書いてみるとだいぶ違いますね。ってことでね、まあ今後ね、まあ
まあ私も創作活動とかね、いろいろメモするのに多分使ってきますんでね、あれですけど、まあこんな感じでね、10H、10B ね、書き比べてみましたけどね、まあ感想としましては、やはりね、この辺りになってくるとね、多少ピーキー感はありますよね。タイヤで言うなら本当にもう予選一発用のタイヤとね、24時間、まあね、24時間耐久用のね、レーシングタイヤみたいなね、感じですよね。やっぱりね、普通にソフトハードで行くならこの 2B とかね、やはり HB とかね、この辺りが、やっぱりユーティリティ、いろんな普段使いっていう意味ではやっぱりこっちの方がいいのかなと思います。10H だとね、多分ちょっと薄すぎますもんね。10H は多分持ちはすごくいいんですけどね。ただ何せ薄い。これちょっとね、読みにくいですし、間違っても10H は、センター試験に持ってっちゃダメですね。今センター試験じゃなくなるのか、今度からね、マークシート式変わるのかもしれませんけど、マークシートの試験が絶対 10H 持ってっちゃダメですね。やっぱ 2B ぐらいがいいのかな。10B だったらね、確実に書けそうですけど、多分ね、あとね、これね、消せるのかな、10B って。試しにね、消し具合ね、どんな感じかね、この私が大好きなね、ラビットのね、ダブルフォームでね、消してみました。10B はあれですね、ちょっと消すときに、あれ、ちょっとやっぱし色残るかな、10B は。うん、ちょっと残りますよね。引っ掛け跡みたいなのが一番ないですけど、いや、こうやって比べてみると結構違うもんですね。なるほどなぁ。10B はちょっと消すときに一瞬ぐにゃって周りがにじみまして、ね、やっぱりそれだけ、濃いんでしょうね。いやぁ、こんな違いがあるとは驚きでしたね。ということでね、とりあえず今日、このね、10B、10H 書く。まあね、言うなればね、やっぱしね、普通に使うのはね、HB とかね、F やっぱしいいかなと思いましたね。やっぱ個人的には F かな。でも、ね、ちょっと柔らかめのね、2B とかもね、やっぱり 2B ぐらいまでやったらね、普通使いにやっぱ使えますよねっていうところですよ。やっぱ 10H だとちょっと硬すぎるところがありますしね。で、10B はね、これは、ちょっと、どかすぎた感じがありますよね。ということでね、もしね、皆さんもね、お近くのね、文房具屋さんとかでね、もしね、見かけた時にはね、ぜひ、ね、使っちゃってくださいということでね、何かでね、粉あるでって言ってね、書いてみて、試してね、本当にそんな硬いんか言うほど硬いんか言うほど柔らかいか言ってね、気になる方はね、ぜひ買ってみてくださいということでね、三菱鉛筆さんがね、出している、俳優2のね、10B と10H ね、試してみましたよっていう動画でございました。これぐらいでね、締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。